はい、皆様こんばんは。知財情報コンサルタントの野崎です。3月31日2020年度も本日が最終日ということで、いろいろとお仕事を収めた方も多いんじゃないかと思います。あの、私も午前中に最終報告会があって、今ほっと一息ついてるところなんですけども、3月31日2020年最後の、e パテントトークセッションということで、お送りをしていきたいと思います。で、今回の、テーマはですね、エレクトロニクス業界と食品業界の知財ということで、ゲストにですね、カゴメの、知財グループの課長さんである、宮下さんをゲストにお招きしてます。で、ちょっとあの、全部トークセッション中飲み切っちゃう気がしますけど、一応あの、このトマトジュースの。はい。あの、ちょっとやっぱりですね、あの食品系はちゃんと買って、はい、飲みながらと思って、はい、買ってきました、会議。はい、ありがとうございます。で、はい、で宮下さんのこと、あの、Facebook の写真、ちょっとこれ拝借してるんですが、実はあの宮下さんですね、この弁理士会の、弁理士という仕事っていうところで、何人か、まあ、インタビュー記事が載ってるんですけど、その中に今5人目、ストーリー5っていうことで、載っていて、知的財産部門の役割は経営者の参謀であるっていう。まああのご覧いただくと、後で多分いろいろ喋る内容のエッセンスが多分ここに全部詰まってるんじゃないかなと思うんですけども、あの私この宮下さんの写真見た時に、久しぶりにですね、頭の中にアンニュイっていう形容詞が浮かんでですね、あの、まあ、この後登場いただきますけども、なかなかこう何ですかね、物憂げな顔をしつつ、って感じの方なんですけども、はい、あのただいろいろと今回のトークセッションもですね、おそらく現役のなんでしょう、こう知財部門の企業知財部門の方でトークセッション出てくるのはおそらく初めてなんじゃないかなと、あの要は覆面じゃなくてですね、こう実名出していただくのは初めてだと思いますので、非常に楽しみにしておりますというのと、あのおそらくこれはまあちょっと私が勝手なんですけども、同じ新潟県生まれというところで勝手にシンパシーを感じるというところで、ということで、宮下さんにご登場いただこうと思います。宮下さん、こんばんは。あ、こんばんは。どうもどうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ちょっとさっきもね、お話したんですけど、ちょうどあの、宮下さん、あのこと存じてはいたんですけども、直接お会いして話したのは実は過去に1回しかなくて、それが昨年2月でしたっけ？あの、コロナになるかならないかぐらいっていうか、コロナで店が閉まるとかなんかね、あった奥村さん主催の韓国料理を食べる会っていうのが新宿でありまして、はい、あの、それが、あの私は宮下さんに会いたいなと思ったんですけど、その時に初めて会ったっていう、はい、のがありまして、まあ、ちょっと今日、あの急遽というか、1ヶ月前か2ヶ月前にトークセッションお願いしましたら、あの、快く引き受けていただいてありがとうございますということで、はい、あの、まずはじゃあちょっとすみません、自己紹介の方、あのトークセッションですね、このトークセッション、あのご本人に自己紹介いただくって感じです。すいません、すいません、事前に言ってませんでした。失礼しました。すいません、事前に言ってません、失礼しました。お願いします。あ、はい、あの改めまして、あの宮下と申します。まあ、こちらに書いてある通り、あのカゴメという会社で、あの知財グループの課長をしております。まあ、あの大学からずっと書いてあります通り、ずっと、まあ、大学出てすぐにもう知財の仕事に入るんでですね、あの今に至るといったところになってます。まあ、途中特許事務所から企業へで、まあ、企業もあの電池メーカーから食品メーカーへというふうに映ってまして、まあ結構幅広くいろんなところに足を突っ込んできたなという、まあそんな人生を歩んできているといったところで、まあ明日でちょうど知財一筋丸に20年。ああ、そうですね、ちょうど。はい。こんな感じになりますので、あの、まあ皆さん、あの、興味を持たれるような話ができたらいいのかなと思います。はい、よろしくお願いいたします。いや、よろしくお願いします。あの、絶対大丈夫です。あとあれですね、あの結構今、18人、20人弱の方がライブでご覧になってるんですけども、あのぜひ、まあ、この後、いろいろトーク進めていきますが、何かご質問とかあればですね、ぜひチャット欄の方にご記入いただければというふうに思います。で、今、あの宮下さんの方の、自己紹介されてなかったんですが、下の方に論文とか論考っていうのを、いくつか書かれて、まあ、これちょっと2つ代表的なものっていうんですかね、勝手に私が代表的なものと思ってるものを挙げているんですけども、請求項表現の改善案っていう、あの、弁理士会のパテント誌。これもでもあれなんですね。8年前なんですね。すごいですね。ね、8年前です。まだパナソニックにいた時に書いてたやつ。あ、そうなんですね。なるほど。
で、これもちょっとトピック後にあるんですけど、食品業界における知財活動に対する継承ってことで、まあ、どちらかというと、皆さん、パナソニックさんからカゴメさんっていう、まあ、いわゆるエレクトロニクス業界で、食品業界って、やっぱり知財のあり方とか、まあ、戦略とか全然違うだろうなっていうところは、まあ、一番私がちょっと興味あって、非常に伺いたいっていうところがあったので、まあ、そこのところの論文っていうんですかね、まあ、これ読めば読むほどですね、宮下さんの、こう、もののふっていうか、武士っていう感じの、魂あふれるそうです 論文になってます。ね。まあ、こう、トレトレしくて、ちょっと、若干、高悦も入ったという噂の。ちょっと、校閲入ってあれなんですか？ そうですね。なかなかパテントして高悦入ることはないらしいんですけども、ここはちょっと控えてくださいとか言われたんですよ。ああ、なるほど、なるほど。ちょっとあれですね。そこの話はまたおいおいなんですけど、ここで一つだけあれなんですけど、すごい言いたかったのは、私、論文のタイトルの中に、生き様ってキーワードが入ってる論文で、多分初めて見ました。この電気業界の生き様からの学びって書いてあるんですけどね。なかなかね、あれですね、こう、いや、これは来たなって、まあ、後で少しちょっとね、お見せしますし、皆様もちょっとググっていただければすぐ出ると思うんですけど、要約のところから、結構、ぐいっとこうね、言ってますからね。はい、そんな感じですいません。この後トークセッションやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。で、本日のアジェンダはですね、3つありまして、まあ、そもそも特許事務所に入所っていうんですかね、されて、で、その後にパナソニックさんに行かれて、で、その後、まあ、カゴメさんで食品業界ってことで、まあ、そのもともと、まあ、知財の業界に大学出てからですね、行かれてるんですけど、まあ、そのエレクトロニクス業界から食品への転職って、まあ、なんかちょっと私の周りであんま聞いたことがないと思うので、ちょっとまあそこら辺のところの経緯とかなんか考えとかいうところを伺いたいのが、まあ1点目ですね。まあ、もともとまあ知財に興味持ったところももちろんあると思うんですけども。で、2点目が、まあ、エレクトロニクス業界と食品業界の知財において、まあ、どういったところが、まあ、その結構異なる業界を渡り歩かれてるんで、まあ、共通するところとか、まあ、相違点といったところをちょっと伺ってですね。で、最後に、これはですね、私は明細書をちょっと書く人間ではないんですけども、知財塾というところで、IPX の奥村さんがファシリテーターをやってる明細書作成ゼミっていうのを先日っていうか、まあ、ちょっと前に受けまして、で、その中で新型トカキっていう、宮下先生の新型トカキってのがありますっていうのがあって、なるほど、新型トカキってのがあるんだっていうのですね、ちょっとまあそういうのがあったんで、その誕生秘話とかですね、2013年でパナソニック時代にっていうことなので、結構ね、8年前に提唱されてるのがあるんで、まあ、そこら辺のところにお考えとかもいろいろ伺っていきたいなと思います。で、まずは1点目ですね。エレクトロニクス業界から食品業界に転職っていうことで、すいません、ちょっと早速ですね、チャット欄にコメントが、来てます。モッコさん、宮下さん、お久しぶりです。弁理士クラブの際に宮下さんに研修講師をしていただきました。っていうコメントが来てます。はい。あとは、これ何て読むんだろう。テズロスイミングさんっていう、まあ、ハンドルネームですけども、宮下さん、ご無沙汰しております。ジパではお世話になりましたっていう。国名だとね、YouTube なんであれなんで、どちらも多分なんとなくこう、なんとなく推誰か測なしっまていしうのた。は、はい、ってなっはい。てます。はい。まあ、実名で書く方もいるんですけどね、このお二方はハンドルネームって言いましょうか。はい。はい。形になってますね。で、実際にその、まあ、例えば、まあ、特許事務所から、こう、なんでしょう、エレクトロニクス業界、まあ、パナソニックさんの知財に入るっていうのは、まあ、なんとなく、こう、少し、なんでしょう、こう、理解はするんですけど、ただ、やはりですか、まずそもそも特許事務所からメーカーの知財に転職するっていうのは、なんかまずちょっとこのスライドの前段なんですけど、何かこう、やっぱり事務所じゃ、やっぱり、なんだろう、少し物足りないなとか、やっぱ実際に企業知財に行って、研究者とか発明者の方とかと直接触れ合いたいとか、そういうのってあったんですかね。まあ、建前の理由としては、そういうのはあると思いますし、別にそれが嘘ってわけじゃなくて、まあ、そういう理由も確かにあったんですけど、まあ、やっぱり特許事務所って大変ですよねっていう、まだ私若かったんで、そんなに、あれですけども、やっぱりそれなりに年収をもらおうと思うと、仕事自分で取ってこなきゃいけなかったりとか、そういうのを見てきてたので、やっぱりここで生き抜くっていうのはすごい大変だなっていうのは、まあ、正直、25、6の時に思ったのと、まあ、もともと特許事務所入ったのも、私、弁理士とかなりたいわけじゃなくて、なんか弁護士になりたいなと思って、司法試験の勉強しながら働ける場所ということで、特許事務所に入ったんですよね。まあ、でもなかなか司法試験、全然かすりもしないなみたいな感じで、見切りをつけようと思って、で、まあ、どっかないかなと思ったら、たまたま、
パナソニックさんが事務所のお客さんでもあったので、まあはいはい、偶然拾ってもらえたみたいなのもあって、はい、それで、入社することになったっていうのが、まあ、よかったですね。まあ、まあかっこよく言うと、仕事の幅広げたいとか、はいはい、とかやってみたいな、みたいな話もありますけど、まあ、本音ベースで言うと、やっぱり、まあ、しっかり、ちょっと、地に足つけていったら、途中事務所の人に失礼かもしれないですけど、うん、まあ、やっぱちょっと安定したいなっていうのは、心の中であったのは、まあ、一応あらざる本音ではあります。でも今のその司法試験、弁護士になるっていう勉強自体は、大学自体からやられたの？それとも、実際にじゃあ大学出たらやっぱ弁護士目指そうみたいな。大学の時に思いましたね。まあ、もともと機械工学っていう時に思いましたけども、はい、もうパイロットになりたいなと思って、飛行機の勉強をしたいなと思って機械工学を選んだんですけど、はいはい、まあ、目も悪いし、まあ、どうもパイロットにはなれそうもないぞって言った時に、空白の将来俺何になればいいんだろうな、みたいなところで、某、司法試験予備校のでっかい看板みたいな、これかって、これだったら当てそうみたいな、すごい安直な理由っていうか、当時の感覚だとそんな感じ。ああ、でもあれですね、ちょうど多分その時って小泉純一郎首相の時で、司法制度改革をやって、弁護士増やそうとか、まあ、弁理士もそうですけど、っていう多分時代ですよね。そうですね、まあそれもあったし、まあちょっと前、その前になんか、電機メーカーさんがやっぱアメリカで技術系の訴訟で叩かれてるのがニュースで大々的にやられてるのを見て、うん、やっぱりなんかちゃんと法律も技術も分かってる人が戦わないと負けんじゃないのみたいなのもあって、なんかそういうのを見て純粋に悔しいなっていうのも、心のどこかではあったはあったんですけど。なるほど。それなんかそういう法律と技術って、掛け算のところに行ってみたいなっていう、そういうところに狙いを定めてたっていうのが、まあ、特許事務所にまず大学で行ったっていうところはある。なるほど。で、あれですね、チャット欄というかコメントで、ツナピコさん、同期が出演してたって、そのツナピコさん、なんか、宮下さんの同期っぽいですね。何同期なんだろうな、弁理士同期のこと言ってるんですかね。あ、かもしれないですね。はい。多分そうですよね、多分。で、あとは、波崎さん、同じ知財業務とはいえ、事務所とメーカー、求められるスキルがかなり異なりそうな2分野に見えます。あ、違うな。これあれかな、食品と、エルセンスとかな、これちょっとファンドに聞いていこうと思うんですけど、で、パナソニックさんに転職されて、確か10年ぐらいですよね、はい、いらっしゃったと思うんですけど、基本的には出願権利課をずっとやられたんですか、パナソニックさんでは。まあ、初めの4年半くらいが出願権利課ですね、はい、で、その後半5年ちょいはライセンスとあと契約ですね。ああ、はい、じゃあ、障害的なところで。はい、ああ、なるほど、なるほど。で、私が担当していたのはカーエレクトロニクス、カーナビとか、はい、ああいうカーマルチメディア系の事業所の取材だったので、まあ、お客さんは車メーカーで、うん、まあ、車にカーナビ積んでアメリカ行くとトロールに狙われるので、まあ、車メーカーさんが訴えられました。パナさん、なんとかしてください。はいはい。はいはい、みたいなことをこう5年ちょいやってた。なるほど。でもその時ってもうあれですか、そこそこ NP とかが トロール、当時多分あれですよね、NP って言い方あんま普及しなくて、トロールですかね。そうそうですね、トロールって言ってました。まあ、後半 NP とかね、ノンパテン、うん、はい、まあ、朝、ありますよね、なんかね。ましたけど、うん、まあ、トロール、トロールって我々は言ってます。まあ、あれですよね、なんかどっちかというと NP ってあれですよね、トロールさんがそういうふうに呼んでほしくないから NP ってなんか言い始めたような感じがしますけど、まだね、なんか大学とかも入っちゃうんで、なんか大学のトロールも NP かって言われると、なんかちょっと違うだろうっていうのは思うんですけど、そうですよね、アメリカとかのね、特許管理してるような、ね、大学の管理会社みたいなのも NP ですからね、定義上は、ね。なんか完全にあれですよね、自分たちをこうかっこよくって、かっこいいじゃないですけど、こう隠れるように使ってるね、表現かなって気はね。まあ、なんかでもあんまり言っちゃうと、なんかそういうことですね。まあ、確かにね。そうですね。確かにね。はい。あ、ちなみにさっき、つなぴこさん、弁理士修習の同期ですっていう。というコメントが追加で入っておりました。誰かいっぱい言い過ぎたと思います。まあまあ、そうですよね。確かにね。で、そうすると、じゃ前半に出願権利があって、後半に、いわゆる障害的な、ライセンスとか契約をやられていて、はい、で、それの、じゃあ、ライセンスとか契約やってる時に、じゃあ次ちょっと転職しようと思った時に、食品業界っていうことなんですか？あ、そうそうですね。はい、ちなみに、そこの、パナソニックさんから、カゴメさんっていうか、もともとカゴメさんとは言わず、まあ、その、異業種に行きたかったのか、転職して結果的に、こう食品業界って異業種だったのかっていうので言うと、
ああ、まあ、電気はいいかなっていうのは、まあ、ありましてね、もういいかなっていう。ああ、なるほど。まあ、あとは、やっぱ、協業必至しなきゃいけないっていうのもあるので、なかなか同業するのは大変そうだなっていうのは、他の人のやつも見てても思ってましたし、まあ、異業種の方が多分転職するなら、こう、前職っていうか、まあ、パナソニックの迷惑かけないだろうなっていうのはありつつ、まあ、カゴメがたまたま募集していたっていうんですかね。なんか結構会社になんか進展みたいな形で、ああいうスカウトの人から連絡来てたりとかしたのもあって、まあ、そういう人たちとちょっと会ってる中の一つにこのカゴメっていうなるほど、なるほど。のがあった。でもカゴメはビズリーチだったかな。まあ、転職しようと思ったのは、その、なんかそういうスカウトの人とは話してる時に転職しようかなみたいなのはちょっと思いつつ。なんかあれですよね。やっぱ、まあ、障害だけじゃないですけど、こういろいろとね、例えば、まあ、2000、さっきの、新学期の論文しかり、いろいろ発表とか活動とかしてると、あれですよね。そういうスカウトの方の目にも留まりますよね。あ、多まあ、分、ね、そうですですよね。ね。なんか、結構、困るみたいで。なるほど。で、でもあれですか、例えば、かごめさん、最初から転職するに、かごめさんだけに1本に絞ってたんです。それそとんも、なことないです。あれですよまあ、何ね。社か、最後まで行ってるやつがあって、まあ、たまたま最初に決まったのが、カゴメだったっていう感なるほど。でも、なんでしょう、やっぱりエレクトロニスト、まあ、さっきおっしゃった協業必至とかじですかね。はい。は、もちろんあるんですけど、それはパナソニックさんに迷惑かけないって感じではあるんですけど、エレクトロニスト食品って、食品って、まあ、日頃口にしますし、まあ、飲んだりとかもするんですけど、こう、特許の知財の分野で扱ってないじゃないですか、今まで。はい。多分、事務所の時にも、パナソニックさんの時にも。なんか、なんだけども、よし、なんとかなるだろうみたいなあったんですか、かごめさん、食品業界でもなんとかなるだろうみたいな。まあ、なんとかなるだろうなっていうか、逆にまあ、なんとかしないといけないようなところではあって、成功しないよねっていうのと、まあ、ここだったら何で困ってるとかはっきり分かったので、入社面接受けるときに、まあ、特許とか全部当然調べますし、まあ、全然特許出てない会社でしたし、カゴメ自体は。で、もう2番手くらいの会社さんも全然特許できなかったです。で、なんで特許部門を作るんだろうなって思って調べたら、まあ、某お茶を作ってるメーカーで特許出してるのを見て、あ、これかって思ったので、なるほど、まあ、なるほど。ね、そういうの、ね、これで困ってるんですよねって思いながら。そっかそっか。あれですね。それ多分あれですよね。先ほどあった、電気業界の生き様の論文に書かれてるやつですよね。そうです。いわゆる、某、なんだろう、お茶に参入した会社が、こう、特許いろいろ貼ってて、飲料業界に殴り込んできたっていうやつそうでですよね。ね。まあ、それを真似した、もっと他のお茶屋さんが。ごめんなさい。やっと分かった。あそこか。なるほど。ごめんなさい。ちょっとあれですね。多分聞いてる人も分かるんじゃないかな。多分。まあ、そうですね。新聞沙汰にもなった裁判してるので、まあ、言えばわかると思いますけど、一応、はい。はっきりは言わないようにはしておそっこうかかそっなと。か。なるほど、なるほど。だからあれですね。ちょうど、その業界が、なんでしょう。知財っていう切り口でかなりこう、なんだろう。そうで流す。動的っていうか、はい。激動の時代に入りそうつだつあと思るいときに、かごめさんがそのやっぱ知財強化せなあかんみたいな、あって、ます。そうですね。いろいろ人を募集したっていう。はい。で、そこにこうピタッとそうはまっそうそう。て、で、さらにエレクトリニストの業界とかの知識と経験もあるから、じゃあ、さっき言いましたけど、なんとかなるからじゃなくて、なんとかしてやろうみたいなそうとですこね。ろ。なるほど。ちなみにこれ伺えればなんですけど、当然ですよね、宮下さんが入る前にも知財部門というか知財担当みたいな方いるわけですよね。私が入った年に実際、特許をやる部門は初めてでした。はい。ってことは、それまでは特許専門の部隊がいなかった。いなかった。法務部みたいな中にあったっていう法感務の中で商標をもっぱらやってた感じ。じ。なるほど。そうなんです。だから食品って意外にそういうところ多かったと思うんですよね。一部やっぱり資本の大きなお会社さん、まあ、ビールメーカーさんだったりは、特許もしっかりやってこられてたと思うんですね。まあ、あとマヨネーズの会社さんなんかも、そんなに規模は変わらないと思いますけど、まあ、しっかりやってこられてた。うん、ただ、多くの食品メーカーは、まあ、ね、基本1000、3つみたいな世界で、まあ、1000個商品出して3つ当たりゃいいやみたいな世界で、いちいち特許なんて取ってるのもね、みたいなのも、特許が成立した頃にはもう商品なくなってるみたいな世界でもあるので、うん、あんまり特許を重視していなかったよねっていうのが、正直なところなんだろうなって思います。
なるほどね。だからあれですよね、多分その今のお話ってさっきの、論文あれですね、これのこれですこれか、あの職員業界における知財活動に対する継承のところの何分あれですよね、こうあのあれを何でしょう、前半のところですよね。あ、そうです、前半の方にちょっと投票重視とか、あとは、ね、投票に出願すると投票数並べたその電気と食品を並べて書かせてもらいますけど、はい、まさにあれが当時の第一業界の 大まかな様子。ちなみにあの、まあ、これは今でこそってあるんですけど、それって当時なんですけど、当時あの日本の食品業界はそうだったかもしれないですけど、海外行って食品業界とかジャイアントいるじゃないですか、すごい、はい、まあ飲料も含めてなんですけど、はい、海外はそうでもなかったの？海外はもう商業だけじゃなくて、特許も結構やっぱりちゃんとやってたんですかね、まあ、当時。まあ、やられてますよね、あのいっぱいいろんなネームを持っているはいはい、はい、コーヒーやってる、はい、なんか湖の隣の本社のあるようなところは、はい、やられてたと思いますし。うん、なるほど、はい。ちなみに、あれですね、あの、皆様、あの、チャット欄で、わかりますよとか、有名な判例ですよねとか、おっしゃってるんで、あの、ちょっと会社名はぼやかしてますけど、あの、大体、知財の方なんで、皆さんわかるっぽいですね。まあ、それはそうですよね、多分ね。あとは、あとはですね、これは多分無理だと思うんですけど、某お茶メーカーとの争いの裏話もぜひって、これはまあ無理ですね。これはちょっとね。裏話ですか。裏話ね。まあ、裏話はそうですね。裏話なんであんまり言えないですけど、まあ、決して楽勝とは思って戦ってはいませんでしたっていうところですね。やっぱりビクビクして、まあ勝負は水物のところもあるので、やはり負けるかもしれないと。負けたら、多分電気から来たあいつが、なんか、調子に乗ってやって負けたんだって言われるんだろうなって、すごいビクビクしながら5年間、あの、ストレスを抱えながらやっていたっていう、まあ、それはまあ、本音としてありますっていうところは言えますけれども。でもあれですよね、少なくとも、あの、全く勝算なかったら喧嘩ふっかけないじゃないですか。まあ、そうですね。ただ、うちどっちかというと売られた側だったんでね、あの、売られた勝手が、ああ、そこそこ。事業上は売ったのかもしれないけど、特許で見るとやっぱ、攻撃を仕掛けられた側ですから、なるほど、まあ、逃げるか戦うかしかない。なるほど、うん、そっかそっか、なるほどね。いや、まああれですね、裏話はまたちょっとね、全然違う完全な裏のとこでね、これはちょっと表な、まあ、表な番組なんで、情報協会のあの論文というか、の本の中には少しもう少しあれね、あの、はい、8万円ですから、そんなにみんなの目に簡単には触れないやつ。ああ、え、あれですか、あの、この前、届いたやつ。そうです、はいはい、あ、そうそう、一緒にね、あの、今日たまたまあれなんですよね、あの、私、なんだっけ、ああいう本書くと、原稿料安いじゃないですか、はい、1万円とか。ね、だから1万、まあ、一度言います、1万円だけもらってもとかってちょっと言い過ぎなんですけど、あの、私、抜き刷りをもらうことにしてて。はい、でそれでお客さんに配るっていうのがあるんですけど、最近コロナだからお客さんに会わないんで、あの一方たまり一方って言ったんですけど、はい、そうだ、宮下さんのまだ読んでないんですけど、あの、なんだろうな、目次がやたらあれですよね、すごい細かく立ててますよね。ああ、そうなんです。なんで結構あれ見られた方何名か、なんか面白そうだけど買おうかなみたいな。いや、でも別に、ね、買ってくださるのは全然構わないんですよ。別にね、私の懐が潤うなわけでもない。まあまあそうですね。我々には全然入んないですからね。そうそう、ね、あれは本当に名誉だけみたいな感じ。一応あの技術情報協会さんから、今月末っていうか、まあ、あのつい最近出たんですけど、3月に出たばっかりの、知財価値評価のあれですね、はい、あの書籍があって、さっき宮下さんが言ったんですが、8万円なんですよ、あの税抜きで確か。で、一応著者割引っていうのがありますんで、何割だっけな、20% かな、下がるとかあるので、あの、もしも購入規模の方がいたら、あの、あれ、宮下さん持ってます？著者割引。あるんですかね、なんか。言えば多分あると思うんですけど、あ、そうなんです、ね、あの、私はまだ手元にあるんで、あの、もしもあれしたら私の方にご連絡、ダイレクトメッセージとかメールでもいただければ、あの、はい、提供はできますんで、はい。というわけで、そっかそっか、ごめんなさい、ちょっと、実はね、あれ、届いたんですけど、買ったんですけど、ちゃんとまだ読んでなくてすみません。他の人の全部宮下さんの送ってすみません。いやいや、ちゃんと読んだけど、失敗したな。なるほど。あれでも毎回すみません、話それるんですけど、あれの本って、あれ買ったことあります？あ、ないです。あ、ないっすか。あれですね。いや、結構自分が書いたやつは買うんですよ、私。あの、まあ、著者割引なんで、あれは、あの、普通の割引よりもすごい安くなるんですよ。半額以下になるんですよね。ね、で、なんですけど、なんですよ、毎回思うんですけど、めちゃくちゃ硬いんですよね。ああ。だからもう完全あれですよ、あの、殺人を起こせるぐらいのドンキになりますからね、あれ本当に、もう、
というわけですいません、どうでもいい話ですからね。で、あとは、食品業界と、電気業界と食品業界を比較して全く違う文化とかありましたかっていうご質問があるんですけど、まあ、ちょっとあれですかね、これは次の方の、こっちにもなるんでね、ちょっとはい。で、転職のところの話はあれなんですけども、他にあるかな。食品メーカーは CM を多く、大企業のイメージがありますが、知財部門はごく少数で回してる事例も聞いたことがありますっていう。うん、それはでもあれですかね、やっぱりそれはこう転職された時は、話戻っちゃうんですけど、やっぱその知財っていうところがこう勃興期っていうんですかね、知財重視みたいな、はい、特許重視みたいな、今はもう結構しっかりしてるところがほぼほぼ多いんですかね。まあただやっぱ争いに巻き込まれるかもっていう危機感がないとそこまで体制は整えないでしょっていうのが、うん、まあ、優先順位低いですね。まあ、先ほど今ご質問で CM バンバン打っててって言ってますよ。やっぱりそういう広告宣伝マーケティングがやっぱり重視される業界ですから、うん、技術開発とかそういうところってやっぱり後でまあちょっとまたお話ししますけど、その売上高対研究開発費みたいなので見ると、はい、まあ、電機メーカーって大体 10% 超えてる、多いとか 20% くらいだと思うんですけれど、まあ、食品って鳴らすと 2% とか、まあ、某あのビールメーカーさんとか、某タバコメーカーさんみたいなところだと 8% とか超えてると思うんですけれど、まあ、それでもやっぱ 8% ですよね。うん、まあ、そういう中で、その知財、開発費もそれくらいなのに知財にまして費用を下げますかって言われたら、そうじゃないですよねっていうのが、なるほど、ね、かなっていう。なるほど。確かにね。一応あのチャット欄に、あの某、まあ、会議いいか、チャット欄に書いてあるから、味の素の知的財産センターが30人程度で、電気業界から見たら少ないですが、食品業界で見ると多いのですかねっていう。多いと思います。はい。まあ、あれ味の素さんは食品、まあ、食品なのか。もうそう、医薬もやってますからね、なんとも言えないです。あと素材とかね、そっちの方もやられてるので。いや、なんか先ほどあの前出たあの、某ビールメーカー、はい、まあ、某って言ってもあの、まあ、メインは4社ですけど、はい、あのビールメーカーさんもバイオとか医薬やってるとこもあるじゃないです か、はい、だかそうするとちょっとまた違いますよね。まあ、そうですね、やっぱバイオ医薬やられてるところはそれなりの人員を確保してますし、うん、で、うん、私あのタバコ吸うんですけど、某タバコメーカーさんもあの多分タバコへ対する R&D ってかなり低いと思うんですよね、もう、はい、あ、まあまあ電子タバコはあれあるかもしれないですけど、あの普通のタバコに対してはまあなんだろうな、多分そんなに R&D とかないと思うんですよね。だからどっちかってタバコじゃないところの、まあもちろんね、あそこ食品とかもやってるし、買収とかもしてるから、まあそっちの方とか医薬とか、医薬とかですよね。タバコメーカーさんもそれこそ電子タバコのところ今ね、人いっぱい募集してるような感じもあります、ね。ちなみにあれなんですよね、また話それちゃうんですけど、電子タバコもね、結構特許激しいんですよね。ね、あれはね。サンとかからガンガン人雇ってますもんね、今。ああ、なるほど、ね。会社さんも。なるほど、ね。いいのかな、そんなに。なんかわかんないけど。別にね、はい。まあ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 。あ、でもね、結構人の移動とかは ね、あの、この業界狭いですからね。あの、だって求人とか見るとね、あの、あそこ集めてるとか、なんかどういうね、スペックの人集めたいかとかって、結構わかりますもん。怖いとか書いてあっても、いや、絶対ここでしょってこう。いや、あれって僕ね、本当に思うんですけど、転職のやつと、まあ、私は別にもう今独立したから転職する気ないんですけど、あの、まあ、E パッドのがやばくなったら転職しますけど、あの、なんでしょうね、あの、求人票見て、あそこしかないじゃんみたいな会社の書き方されていて、なんで会社名マスキングするのかなって、いつも不思議なんですけど、あれ何なんですかね。あ、何なんでしょうね。私も謎ですよね。なんか。あれ、なんか意味が分からない。気づいてほしいのかなって逆にこう。あ、そういうこと。え、それで気づかない人は来なくていいよぐらいのあれですかね。そうそうそう。なんかそれにしちゃちょっと難易度が低すぎますよね。そうですよ。いやー、そっか、ごめんなさいね、ちょっとまた添えちゃった。で、元に戻って、裏話的な話は有料ブログか高額書籍とかなかなか目に入らないようなものに記載するしかないですよね。まあまあそうですよね、裏話はね、メンバーシップ方のまあそうですね。まあ確かにあの高額のね、8万円のレポートっていうか報告書っていうか、あの書籍か、あれもまあ多分100部も出ないですからね、おそらく。だから日本でね、100人のうちに1人に入れるってことですね、あれ読めばね。で、ちょっと今日ね、宮下さんが話せないうにょうにょっていう裏話はぜひ8万円の方で、はい、買っていただければ分かるというところですね。で、ごめんなさい、話戻って、その転職されたときに、まあ、要はその貯金業界、知財が重視みたいな形で、勃興期あって、で、今、まあ、もうあれでしたっけ、かごめさんに入って、2年10年だから、今年目ですね、
8年目。8年目。ということで、まあ、あれですね、そうすると、パナソニックさんの時と同じぐらいの年代って、ね、まあ、10年、8年ですから、っていう形になるということで、はい、で、ちょっと次のトピックに行こうと思うんですけど、まあ、要はエレクトリン生10年、職員で8年ということで、で、これはあれですよね、先ほどあったあの訴訟とかのところの、あの、弁理士会のさっき、あの冒頭にお示したこちらですね、はい、ここにも、書いてあるんですけど、あ、ここにはその論文の名前とかバッチリ多分書いてあるんですけど、おそらくなんか訴訟とかの過程のところで、その知財業界、あ、ごめんなさい、食品業界の知財に対してのこう問題意識の提示をしたいみたいな、確か書かれたと思うんですけど、はいはい、それがあれですよね、この論文ですよね。あ、そうですね。あ、ですよね。これが一つの布石っていうんですか、はい、まあ、一つの世論形成の道具だ、うん、あ、それがある意味裏話なのかもしれない。あ、そうですね。その論文の位置づけはそういうものだったっていうのは。これ、で、これがあのね、さっきちょっと自己紹介のところでもね、あの、申し上げましたけど、あの、まず生き様っていうキーワードがね、タイトルに入ってるっていうね。これね、本当はここが実は検閲で直されたところで、これ、ね、本当はなんか、あの、英訳版の方はなんか、しれっと出てるんですけど、はい、なんか同じわだちを踏まないみたいな、そんな感じ。そう。同じ鉄を踏まない？そうそう、鉄を、そうそう、鉄を踏まない。え、すみません、それダメなんですか？あ、まあ、やっぱりちょっと、ネガティブってことですか？方々の、そう、心象を害してますからってやると、まあ、確かにおっしゃる通りですよ。すいませんと。まあ、もともとそれ当時した人間なので、ご容赦くださいって、まあ、この表現になって、まあ、この表現でもまだトゲトゲしてるって言ったんですけど。まあ、そうですね。まあ、いや、そもそもですね、要約の、あの、一文目に命令系来ることないですからね。電気業界の生き様から学べっていうか、あの、命令系で、あの、始まってる論文って僕あんま見たことない。おこがましくて、本当に。今になったらちょっと恥ずかしいんですけど。いやいやいや。当時はそう思っていたっていう。で、また最後ですね、これに尽きるってことは、なんか言い切ってますからね。これかっこいいですよね、本当に。すみません、なんか本当に、お前ごときが何分かるって。いや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 。本当に申し訳ないなと思いながら。いやいやいや。でもあれですよね、やっぱこう、相当その、職員、エレクトリンスから職員に移られて、で特にまあ、その知財、あの商標中心だったところから特許の方にどんどんシフトしてるというのが、で、要はエレクトリンス見てた、買った宮下からすると、なんか食品あらぬ方向というか、変な方向というか、行ってほしくないっていうのがあったんですね。そう思いますね。そうですよね。なるほど。というわけで、あ、ちなみにあれですね、つなぴこさん、ほぼ書いてますけど、木、丸、ん、ビールの人が小さい分100人超えるけど、飲食品やってるのは10人くらいって言ってましたねっていう。あ、そうですね。まあ、もう隠しようがない。あれですよね、今はあるのかな分かんないですけど、日本ってあの知的財産、ジパあるじゃないですか、日本知的財産協会。で、確か知的財産協会、私は IPA っていうのは参助会員なんですけど、企業、事業会社の方は正会員になるじゃないですか。で、正会員だと、確か名簿もらえるんですよね。あ、もらえる。あの、知財部で何人いるか、どういう担当に何人いるかっていうのは、確かもらえるんですよね。ちゃいましたっけ？まだなかったかな。あ、なんかね、もう結構、ま、10年は言い過ぎなんですけど、5、6年前にちょっとあのこういうのあるんだけど、あのそのお客さんからですね、あるんだけど、あの海外にも同じのあるかって言われたんですよ、あの私が前職ランド IP の時に。で、ま、答えいきます。あの海外にまずそもそもジパのような組織がそんなないんですよ、ちゃんとしたのは。まあ、まず PCI みたいなやつがあるのかもしれない、ね。だから、そう、だからないっすねっていう話になって、いや、そんなそもそも多分人数を開示するね、メリットないじゃないですか、実際何人とかって。しかも役割分担こととか。だから、いや、あれはすごい情報だなと思って、今ちょっと ね、どこまで。自分の手の内ばらしてるみたいなもん。そうね。だって、あれですよね、こう、あの、例えば関ヶ原の戦いでね、あのどこに何人配置しててね、どう攻めるかこうしますみたいな、なんかね、ばらしてるもんですからね。そうですよ。弱点は分かっちゃうんでね、普通は言わないと思うんですけど。まあ、そういうところはちょっと抜けてるのかもしれないですね。まあそう。いや、だからおそらくあれですよね、あの、この宮下さんの論文の中にも書いてあるんですけど、結局、同業種内、かつドメスティックなところを見てると、多分それでいいんじゃないですか。多分、あの、こう、何かあった時に、まあ、言い方で、ちょっと、なんなんかもしれないですけど、仲良くしましょうとか、争いなくて、まあ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 、なるじゃないですか。でも、この論文、そう。で、結局、論文の方の後半にありますけど、結局、その、そうじゃない、全く違う異業種から参入してくる、で、それは、まあ、あの、某、
なんだっけ、飲料に新規参入してきた会社さんのように。そうですね。あの、お月様の会社さん。お月様の会社とかね。で、それって、いわゆるパラメータ特許、ここにも書いてますけど、パラメータ特許っていう、今までの飲料業界、食品業界になかったような、まあ、いわゆる特許文化っていうんですかね、戦い方を持ち込んだと。で、なぜならそのお月様の会社は、グローバルカンパニーのところと全然違うところでパラメータ特許で争ってたからと。あるわけですよ。で、そうしたときに、何でしょう、なんだろうね、あの、目の前の敵だけじゃなくて、ね、どっから弾飛んでくるか分かんないんだから、まあ、情報統制もしっかり、あんまりね、まあまあ、長くしましょうっていうのは、まあ、通じなくなりますよね。そうですよね。もう、今日の弾は明日の敵かもしれないっていうところですね。そうなんですよね。だからそう、ここに書いてますけど、敵はうちではなく外にいる。まあ、それはそうですよね。はい。それは私の言葉でもなく、実は、あの、某キャノンさんのトップの方が、飲み会の長澤さんですかね。あ、はい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 。あ、なるほどね。あの方もなかなかお酒飲んでてもしっかりしたことをしている方なんで、すごいなと。尊敬してるんですよね。あの、実際目の前にした時はもう、はい、なんか、散々いろいろ言って、お前うるさいとか言われて、黙れって言われてましたけど、まあ私はあの心の中には尊敬した。あのすごいですね。あの、さすがにですね、なかなか、あの、長澤さんにですね、酒飲んでもなかなかしっかりしたことを言うって上から目線のコメント言われてるから。まあまあ、すみません。それは冗談って言ったらあれなんですけど。ちなみにですね、チャット欄のコメントで、ジパの件はアンケートに回答した会社限定で配布してますっていうことらしいですね。だから多分出してない会社はもらえないっていうことなんでしょうね。ただまあ、あれですよね。よくあの、ほら、大学の名簿が漏れるとかって、まあ漏れるというか名簿業者に売るとかあるから、まあ、あと、どうなんだろうな、個人情報ではないけど、多分だんだんなくなっていくんでしょうね、こういうのはね。そうですね。まあちょっとやっぱ警戒しますよね、自分のところに、その詳しく、残り何人まで、まあ総勢何人くらいまでは別に言ってもいいかもしれないけど、どこに何人配置してるはね、もうそれこそどこに注力してるんだって、もうよく分かってしまうので。そうなんですよね。いや、なんかちょっとこう、あの、すみません、今日脱線が多いんですけど、あの、求人情報も結構情報ダダ漏れっていうか、ダダ漏れっていうかな、戦略にね、あの、なんでしょう、戦略が浮かび上がるっていうか、やっぱこういうとこの人集めたいって、何やりたいかって、さっきのね、あの、タバコさんの会社とか、エレクトリニス系の人が強い、あの、欲しいって言ったら、完全にね、電子じゃん、電子タバコじゃん、みたいな、なるじゃないですか、あの、推測すれば。だからそういうので、求人もね、結構、まあ、書き方、まあ、あんまり、ね、あの、ぼやかしすぎると人来ないしっていう、難しいところですね、うん。確かにね、そこはね。で、ちょっとあれなんですよ。すみません。ここで引っかかっちゃったんですけど。で、ちょっとですね、そう。ここでいろいろさっきね、ご質問もあって、電気業界と食品業界を比較して全く違う文化とかありましたかっていう、まあ、ご質問があって、まあ、ちょっとこの二つ目のトピックのところは、あの、二つの業界、を渡り歩いてきた、まあ、宮下さんですね、まあ、共通点、相違点みたいなところを、ちょっとまあね、伺っていこうと、思って、いるんですね。共通点なかなか難しいんですよね。まあ、って言えば、なんていうか、はい、こんなこと言ったら、うちのメンバーに怒られちゃうかもしれないんですけど、はい、決してエース級の人材は割り当てられませんよね、時代にはっていうのは共通してるのかなって、こう。なかなかですね、これ、あの、よいしょ。これはですね、あの、部下聞くと怒りますね。そう思いました。何言ってんだ、宮下さんって。いや、別にディスってるわけでも何でもなくて、まあ、たまたまね、まあ、すごい、うちのメンバーたちはもうすごく優秀で、あの、一級技能士も、まあ、5人、あの、私入れて6人なんですけど、まあ、5人部下いて、まあ、3人一級技能士持ってますし、まあ、弁理士も2人受かってます。まあ、私来てから、育ってるので、まあすごい素材は良かったわけなんですよね。だから、元はいいんだけれどもっていう、あの、まあきっと、まあでもいろいろあったのかなとかこう思いながら、見て入れたりとかしてるところで。でもあれですよね、これって共通点ですよね。両方の。共通点ですよね。まあ、なんで、電気もそうですよね。基本、いきなり新卒で資材っていうのは、まあそれこそ小泉さんの時の資材立国みたいな時にはありましたけど、その前ってやっぱり、40になってそろそろ研究でどうなのかなって人が品種行くか、知財に行くか、みたいな
ところじゃないですか。だから40くらいから初めて取材みたいな人も決して少なくなかったわけです、ね。うん、まあ、そうですね。当時はそうですね。はい。というふうな環境は、うん、まあ、食品も電気も、うん、まあ、見られるのかなっていうのは思います、ね。あと何かありますかね。まあ、きっと医薬とかだったら、エースっていうか、まあ、2番手くらいをきっと割り当てると思うんですね。特許がすごく大事。ああ、まあ、確かに1番は研究者ですよね。それ間違いない。1番は研究者ですけど、まあ、2番次くらいの人は、こう、多分割り当てるのかなっていう、うん、医薬を見てると思います、うん。なるほど。まあ、そういうことでは決して電気も食品もないですね。っていうところは。分かんなくなりますか。あ、どっちでもいいですよ。急いでんでも。書きます。あとは、そうですね、共通点もうちょっと言うと、まあ、あまりないんですけどね、まあ、特許が競争要因かって言われると、決して競争要因、まあ、特許頑張ったからって、事業で勝てるわけでは決してないですよね、っていうところは。うん。なるほどね。食費も、電気も一緒なんじゃないですかっていうところはですね、まあ、結局どっかでクロスライセンスするようなくらい特許の役ができちゃいますよね、っていう意味では。まあ、特に今、食品とかだとね、油脂とか、第三のビールなんて、あの辺も、はい、多分足の踏み場もないくらい取ってあるはず、ね。要はだからあれですよね、あの、昔ってかな、その、10年以上前なんですかね、特許そんなになかったの時は、あの、まあ、特許が別にね、踏み場が、あ、いろいろとこ、たくさんあったわけじゃないですか。でもないから、むしろ踏み場ないから、お互いクロスしないと、事業ができないってことですよね。もうそうなんです。事業ができないというか、もう、あの、新しいもの作れないっていうのが。実質的なところ、実際なんじゃないかなと。まあそういうところでは、なんか電気も、食品も今似てきた状態になってしまったとは言えるかもしれない。なるほど。なるほど。ですね。まあ、あと、それくらいですよね。これぐらい。はい。じゃあ次に相違点ですかね。相違点ですね。まあ、なんかちょっと言ってること言って矛盾するかもしれないですけど、はい、電気メーカー、というか電気業界は、その特許がないと商売、できないです、うん。うん。それはなんか、逆に言うと、特許を持ってるから初めて市場に参入できるって言うんですかね。あの、仲間として扱ってもらえるっていうところがあるので、だから特許はいらない、じゃあ特許いらないのってやったら、特許はいりますっていう、うん、そういう世界です。あ、なんかわかります。あの、あれですよね。特許が競争要因じゃない、あ、競争要因にダイレクトに効くかどうかわかんないんだけど、特許がないと参入できないっていう。そうです。感じですよね。そうなんです。で、特許の数が少ないと、今度それはコストとして、ご総力にじりじりと響いてくるので、はいはい、みんなクロスライセンスで無償、要はフリークロスライセンスにするように努力しているっていうのが、電気の中の特許の世界なのかなっていう。お金取られるってことですよね。あのクロスライセンスでバランス取れないから。バランス取れないから。ってことですよね。なるほどね。だから、あれですよね。まあ、あの、結局ちょっと、私もちょっと宮下さんの論文読んでる話なんですけど、結局その、例えば100対100とか500対500ってやっても、その中の、まあ、いい特許を数十件ずつ比較してみて、比較して、で、なんてなんだよね。他の、あ、じゃあ、残りは450件バス450件でどうですかみたいな話の時に、要は、450件、450件、500件ずつぐらい持ってないとバランス取れないから、まずは数はいるっていうことなんですね。エース級だけ、交渉したからエース級だけクロスすればいいでしょって言われたら、みんな絶対、はい、いや、ちょっと待ってって話になるんですね。うん、そうですよね。だから、まあ、欲しいとこ他にあるんですみたいな。はいはい、はい。確かにね。他は何かありますか？まあ、それに対して特許は、まあ、食品は別に取ってなくても商売できるよね、まあ、できていた。あるのかな、なんか、うん、っていうのがあるし、まあ、取って自体そのパラメーターみたいなのがやっぱりちょっと決してなんか本筋の特許ではないので、うん、まあまあ勇気さえあれば何そんな特許ムシムシみたいに言うこともできるわけですよね。まあ何か言われたら潰せばいいじゃんって、うん、まあ、そういった意味ではまあ電気ほどなんかその特許がないと商売できないっていうことはないのかなっていう感覚は持ってます、うん、まあむしろ看板ブランド力みたいなのがないと、それこそコンビニですら扱ってもらえないみたいな、うん、から、やっぱりそのブランド力、まあそれをこう端的に表す商品、まあそういうのがやっぱ重視されるんですよねっていう。まあ開発よりもマーケティングみたいなところって言ったんですかね。あの、まあ、CM ってブランド力上げようぜみたいな、そういう世界ですから。あまり特許っていうと、なんかこう、なくても商売できてるのかなっていう。うん、ね、
ちなみに、その商標、まあ、ネーミングっていうんですかね、はい、商品名とかの、はい、っていうのは、それはやっぱりですか、マーケティング部隊と考えるんですか、今の会社ですと。そうですね、考える人ですね、やっぱ、あれですね、マーケの人たちって、ね。ああ、なるほど。決して、まあ、うち、特許と商標分かれているので、方の商標やってるんですけども、はいはい。まあ、でも考える、ネーミング考えるのは、やっぱマーケティングの人です。なるほど。そういうことか。なるほど。ちなみにあれですね、質問があってですね、電気業界の経験が活かせた事例、まあ今、食品業界に転職されて、パナソニックさんの時の電気業界の経験が活かせた事例があったら教えていただきたいですっていう。はい。そうですね。まあ、どこまで言うのかな。難しいんですが。ですね、まあ、活かせてないか活かせてないかで言うと、活かせているんですね。活かせていると、はい。はい。で、それはなぜ、何に活かせたかっていうと、特許の作り方。おー、はい、で、なんか、闇雲に特許を別に取ってるわけではなくて、うん、ちゃんと狙いを定めてやってる。うん、これはやっぱり電気業界、常に敵を意識してやってたっていうのはあると思うんですよね。うん、でも、食品ってどっちかというと、自分の技術ばっかりしか見てないはいはい。のがあるので、まあ、そんなのはきっと、ニッチなところをちっちゃく守りたければそれでいいと思うんですけど。まあ、競争するんですよねっていうこと、うん、まあ、競争しに出かけるんですよねって言った時にどんな特許必要なのっていうところでやっぱ電気の時の発想ができてくるです、ね、ちょっと深く細かく言っちゃうとそれこそ手の内明かしちゃうみたいな、まあ、そうですね、あるんですけどでもなんかあれです、今のちょっと追加の私の方からの追加の質問というか回答だけなんですけど、やっぱ特許、電気業界、エレクトロニクス業界だとさっきおっしゃいましたけど、やっぱその特許は特定競争員じゃないとしても、いわゆる件数が多い出すと。ので、まあ、いわゆる、まあ、分析っていうんですかね。いろいろマップ書いたりとかすると思うんですけど、それって、まあ、パナソニックさんのところもやってて、今の、食品業界、カゴメさんのうちってもそういう分析とかした上で、まあ、当然、戦略練るって時は情報分析しないと立てられないと思うので、そういった分析とかってのもどっちかというとインハウスで、やられてるって。中でやってますね。まあ、でも電気ほど数もないので。まあ、そうです。確かに確かに。そうなんですよ。だから、どっちかっていうと、まあまあ、ちょっとやめとこう。はい。まあ、そんなに、電気の時はね、もう本当にこんな量どうやって見るんだみたいな、はい、もう嫌になるような量を見なきゃいけないので、まあ、そうですね。あれですけど、まあ、それに比べたら食品はね、まあまあ、高かしら。多分、電気とかですよね。1000件しか読まなくていいんですかみたいなね。そうですね。なんか5000件とかね、テーマによりますけどね、数千件とか、そのさっきおっしゃったカーエレクトニクスパラセットのやつとかだと、まあ多いですからね。もう、あらあらみたいな感じの量ですからね。まあ、確かにね。まあ、今はね、だいぶ AI とかのツールでね、査読支援っていうか、できるようになってきたと思うんですけど、はい、まあ、それでもやっぱね、人間が最終的に読んで判断するとそうなんですね。まあ、変わらないですからね。はい。はね、はい、あとは、人材の話でコメントを来てまして、エース級の人材は、直接的に儲けを出せる部署ではないですかね。あ、まあ、お金が儲かるところにはそのエース業界ですね。まあ、理系だったら結局商品開発とか、どっちかというと、食品だと設計に寄ってる感じですね。そっちに行く感じかなって。電気だと、まあ、エース級だったらちょっと研究上か、まあ、もうちょっと少し下流寄りの技術開発センターみたいなところとか、はい、そういうところに行くと思う。まあ、商品設計のところもあると、まあ、まあ、数がいりゃいいみたいな、若干兵隊みたいなところも、電気だとあるので、はい、まあ、誰でも、まあ、そこそこ言う通りにやってくれる人が、期限さえ守れてみたいな人が、わーっとこう、集められる感じで、まあ、食品はどっちかというと、その、電気だと、まあ、まあ、とにかく期限守れてみたいな人のところになんかこう、はい、エースが当てがわれてるなって感じ、ね、うん。まあ、そうですよね。うん、でもやっぱあれですよね、より上流の方になればなるほど重要ですよね。まあ、新しい商品コンセプト考えたりとかね。まあ、新しい研究成果出すとかっていうのは重要ですもんね。この時に。やっぱり知財だけで稼ぐのは難しいですよね。まあ、それはそうですよね。知財は手段ですからね。生み出すわけじゃないんでね、決してね。うん、まあ、今、期待をそういうのにされることに、なんか生み出すみたいなところ、事業創出みたいなことを期待されてるのかもしれないです。うん、元々の羊がね、やっぱりそういう
出来上がった成果物を使って添加しに行く人たちなので。はい、はい。うん、あとあれですね、もう一つ、コメントで、食品の方が薄利多売のイメージがありますと、エレクトロニクス業界に比べると、そのあたりも相違点となるんですかっていうご質問が来ています。これはどうなんだろう、まあ、掃除系ですからね、薄利多売って言っても、まあ、電化製品がもうどうなんだって言われると、利益率で見たらそんな変わらないわけですよね。うん、どっちも、パーのパーじゃないですか。だから、まあ、売ってる商品の単価は、2桁くらい違うかもしれない。確かに。利益率って見たときに別にそんなに差はないので。確かに、これ140円、130円か、140円。そうです。で、だからそれで、まあ、なんでしょう、アラリーかなんかで何パーしたんですけど、と、多分あれですよね、1万円、2万円する電化製品ってのは、そんな変わんないってことですよ、利益率って感じになってるんですね。うん、まあ、だから、むしろその、利益率、まあ、利益の量、薄利多売かっていうよりも、そもそものその商品の事業規模、はい。だと思うんですね。まあ、食品だったら多分10億円売れたらそこそこヒット商品になりますけど、うん、電化製品だとやっぱ50億とかでやっぱトントンくらいですよね、っていう中で。まあ、10億売れてヒット商品ってことは多分3億円とかそれ以下っていう商品がいっぱいある中で、そんなに特許に力入れられないっていう。うん、でも同じコストは変わらないわけですね、一件当たり。はいはいはい、はい。確かに、そうですよね。要はだからコスト自体の実が変わらないから、その、要は市場規模で割り引くと、食品の方がより大きな投資っていうか、コストになるっていうか、ってことですよね。インパクトがでかいんです、ね。うん。こんだけの投資を張る必要はあるんですかって言われると、ないですねって、こう、そこで。ないですねって。でもそこは、あれですよね。だから。あんまりズバズバ言っちゃうと、後で怒られる。まあ、怒られるのに慣れてもいいんですけど。いや、なんかでも、私なんか個人的に確信犯的に言ってんじゃないから、宮下さん言ってんじゃないかと思う時ありますけど、ね。結構言った後で後悔するんで、今日も飲まないでやってるんです。あ、そうですか。あ、なるほど。あ、そっかそっか。だから飲まないです、まあ。あとコロナでね、酒飲まなくなったっていうのもね、あるときは気がしたんで、ね。ちなみに、あともう一つあれですね。タマさんという特許の学校っていう YouTube やってる方からですね、人材がエース級か否かというよりかは、知財の仕事自体がエースという役割に馴染まないのかもしれないですね。宮下さんの参謀という表現は良いですね。知財が主役になろうとしたらうまくいかないと思います。でも、知財だからこそ磨かれる貴重な素養もありますし、エース級の人材が育つ場ではあってほしいですねっていう、まあ、コメントっていうか、あれですね、ご質問ではないですかね。コメントっていうか。あ、なんか、そう、それはあるのかもしれないですね。決して、こう、なんか、主役ではないっていう、脇役として、はい、支えていくスタイルなんだって、いうふうに捉えれば、まあ、そういうにふさわしい人が当てがわれてるっていうふうに言うこともできるかなと思います。確かにあれですよね。知財で、あまりなんか、俺がって目立つような人がいると、ちょっと ね、違うかなって感じがしますよね。でも、さっきちょっと名前出ましたけど、もうカメラメーカーさんの人なんで、はい、なんか、まあ、俺がな感じがする。まあ、でも、まあ、でもその、なんでしょう、あそこまでなると、こう、いわゆるポジションって言いましょうか、こう、業界を、ね、代表するというか、いうのもあると思うんですんで、それはまた、なんでしょうね、ご本人の、キャラなのか、それともご本人のこうポジションを踏まえての振る舞いなのか分かんないですけど、そういうのあるのかなと思うんですけどね。あ、確かに俺がっていうよりは、おとなしめな人多いですよね。まあ、おとなしい人多いですよね。扱い、ね。まあ、でもなんか、幸いあれですけどね、私はなんか知ってる方はおとなしくない人が多いですけどね、業界で、まあ、そういう人しか寄ってきてないっていう。まあ、そうですね、はい。おっしゃる通りで。すみません、口が過ぎましたね。いえ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 。で、今、カゴメ。の質感ケース見たら、2013年以降、質感ケース伸びてるのですねって。あれですね、うん。ありがとうございます。はい。はい、あれですね。そうならざるを得なかった、いろんな事情がありまして。はい、まあ、あれですね。詳細というか、多分そこの片鱗は、こちらの論文で、そうですね、少し感じ取っていただけるんじゃなかろうかと思いますんで。はい、ね、今の事実を当てはめていただくと、この時それが言いたかったんだって分かるような、そういうふうな内容になっております。はい、まあ、要は言いたいことは、電気業界の生き様に学べと。ことで、まあ、あれですよね。多分途中まで読む、途中までっていうか、なんだろうな。あ、なるほど、こういう結論なんだってのは、ちょっと私途中まで分かんなくて。最後こう言いたかったのねっていうのが、はい。3章か4章ぐらいで、ああ、なるほど、こうなんだみたいな。はい、ありました。別にね、
なんか進撃の巨人の伏線張ってるみたいな感じじゃないんでしょうけど、こう、はい。ステップバイステップで、最初にこうなるの落ち着くんだっていう、はい、感じの論文でございますので。独特な論文を運びを、はい、失礼いたします。はい。いえいえ。で、そうしましたら今日のですね、まあ、最後のトピックなんですけど、最後のトピックって言ってて、私が、ほとんど詳細語れないので、まあ、ご紹介というか、新型トガキっていうのですね、はいはいはい、誕生秘話ってことで、まあ、さっきちょっと冒頭のところでもご紹介したんですけど、私はそもそも知財塾の IPX の奥村さんがファシリテーターやってる名冊子作成ゼミで、新型トガキっていうのがあります。で、それ考案したのが宮下先生ですっていう、まあ、そういうご紹介をいただいたと。で、まあ、その前にですね、私も新型も何もですね、トガキっていうのも知らなかったし、で、これってのは、2013年の一番初めの、論文がこれなわけですよ。請求項表現の改善案。で、その後に来るのが、これ多分あれですよね。新型トガキ宮下論文三部作っていう多分勝手に。はい、ちょっと思うんですけど。で、これを発表したら結構各方面から、リアクションがあったらしくてですね。はい、何でしょう。ここに、あれですね。批評っていうか、多分批評って結構前よりの感じですけど、どちらかですよね。批判みたいなもの。反応さ。お前ふざけんじゃねえよとか分かりにくいよとか、多分そういうのあったと思います。そういう感じの、はい。で、それに対して、いわゆるこう、あれですね、書面ベースで回答したのが、この続句。アンサーソングですね。はい。アンサーソング、うまいこと言いますか。ソングじゃない。全然ソングじゃないですけど。で、これが3部作の第2部っていうことで、続請求項表現の改善案っていうもので、これ実は今ご紹介しますけど、全部これパテント誌、弁理士会のパテント誌で、ご承知のと思いますけど、パテント誌は、弁理士会も当然ね、見れるんですけど、私は弁理士じゃないんですけど、パテント誌に掲載されてから2ヶ月でしたっけ ?3 ヶ月でしたっけ ?2 ヶ月くらいですかね。2ヶ月くらい。2ヶ月くらい経過すると、ウェブで無料で見れるようになりまして、はい、宮下さんのこの論文は今も全部無料で見れるものになります。はい、さっきの生き様の論文も見てます。はい。で、これで、要は回答していて、確か3つ論点を取り上げていて、そのうち1つは分かりました、改良しますってなってるんですけど、残り2つは、いや、まんまでいいだろうみたいな感じで、あれですね、批判を受け流してるっていう、感じになってるのかなと、はい、思ってますけど、それで合ってます。そうですね、まあそんな感じですね。そんな簡単に引っ下げるわけにいかないよね。まあまあ、そうですよね。で、3部作 の最後を飾るのがこちらの特許請求の範囲の記載における句点の要否っていう、なんですかね、この丸がいるのかどうかっていうところを。そうなんですね。まあ、すみません。なんか最後丸って終わるとね、金太郎丸みたいな感じですよね。丸いるのみたいな。モーニング娘。丸とか、はいはいはい。YouTube であんまそういうのなって。角田ヒロみたいなね、欲しいのかみたいなね、ありますけど、ね。なんか、丸いるんですかって、岡村隆史も、なんか、朝やんとかで言ってたりするんですけど。いや、ね、大変なことは丸いらないだろうっていうのに、でも、とっても、ね、最初丸つくんだよな。ああ。うまくねーってこう、なるほど。こうやってたんですけど、まあ、真面目な話すると、はい、まあ、あれなんですよね、まあ、一つは、やっぱ、まあ、パナの時もそうですけど、うん、まあ、特許を調査して、まあ、この特許どうですかねって、まあ、次の仕様に引っかかるかどうかちょっと検討したいねと思っていくと、うん、やっぱ特許の明細書ってなんでこんなわけわかんないのっていうのが、これが、はい、もう、はい、我々でも慣れてるんで読めるんですけれど、うん、まあ、設計者が見てわけわかんないって、うん、やっぱなんで難しい、こんな書き方するのみたいな言われちゃうと、なんかそういうルールなんでとしか言いようがない。うん、まあ、まだ人を取ってだったら、まあね、こちらが一生懸命説明してやってあげたんですけども、発明者が自分の発明をちゃんと保護されてるのっていうときに確認するときに、うん、いや、こんなん読んでわかんないけども、こんなもんなんでしょ、請求項って、みたいな感じだったら、おそらくそれってチェックしてないのと一緒で、うん、本当の発明者の意図って反映されてるんですかね、うん、もうよっぽどソフトウェアの仕様書の方がよくわかる。はいはい。うん、なんでこんな書き方をわざわざするんだろうっていうのがもう素朴な疑問、うん、でもあれですよね、それの確かもともとの問題意識にあるのがこの多分第1部のところ で、ね、はい、研究者とかの方からあれですよ、今おっしゃったなんか2点あって、
要はよくわからんっていう なんかそれをあれですか、それをパナソニックの時に改善しようと思って考えたわけですか。あ、まあそうですね、その時に特に私ソフトウェアやってたので、データの構造もあればデータの処理の部分もあるしってなると、もう条件にデータの中身に、あとは他の処理との関係に3つを書くと、もう就職関係がもう、はいはいはい、自分は越に浸って書いてるけれど、多分読む人から見たら、何のことなのってこう、はいはい、あ、これやっと処理の説明してたのねってこう、最後のところに見て分かるっていうか、そういう状態じゃないですかと。だから、とりわけ、まだ機械とかの単純な構想だったら別に昔ながらのやり方でいいと思うんですけれど、ソフトウェアとか、まあ、それこそ IPX の奥村さんのソフトをやっていらっしゃる方なので、うん、まあ、多分そこら辺構造化して書きたいっていうのがどっかでありつつ、請求項の書き方そのまま当てはめると、もう複雑になりすぎて、うん、本当に適切に表現できてるのかわからないでしょっていうところで、奥村さんも奥村さんに来て自分で新型とかみたいな形に行き着いてましたし、私もやっぱり同じような発想で行き着いてましたし、うん、でもうちょっと古いところで、まあ私もそんな書き方をあの時代にしていたときに、私の出願やってた時の上司が、教えてくれたので、まあ昔やっぱ同じようなことを言ってた人いるよみたいな感じ。カスヤさんって弁理士の方が、もう亡くなられて、カスヤさん、カスヤ洋二さんっていう方が、ほう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 、もう亡くなりになられてらしいんですけど、まあなんかその方も、まあ、なんか宮下君と同じようなこと言ってるよっつって、なんかどっかの研究会かなんかでもらった紙を私にコピーくれて、ああ、同じこと言ってんな、みたいなのがあるんで、まあ別に私もオリジナルってわけじゃなくて、私の前にもやっぱり考えてる方はいらっしゃった。うん、なるほど。なかなかでも広まらないよねっていう。ああ、てか、だからちょっと私、まあ、そもそもね、明細書作成とか仕事じゃないんですけど、さっき言った、ね、奥村さんのゼミで学んだぐらいしかないんですけど、ちゃんとしたのは、あれですか、あんまりそれ、これって広まってないんですか？そうですね、最近でもなんか、LINE さんとか結構そんな書き方してるなって見て、出しちゃって、名前出しちゃってあれですけど、あと、イビゲンさんとか、まあ、そんな感じで書いてる。いらっしゃるなって感じはしますけど。でもあれですよね、こう私なんかほら広報読む方の人間からすると、やっぱりこれ論文読んでですね、いや全くそうで、読む方がそのエンジニアとかじゃなくても、要は調査分析する方が読むときにもまあ分かんないんですよね。分かんないというか、そのね、行ったり来たりみたいなところで、まあ慣れてるからね、多少もちろん読めるとはあるんですけど、まあ読みやすくなっていただく分にはありがたいなっていうのが1点と、あとやっぱりまあ、読む方から直接は関係ないんですけど、この英訳するっていう、英語にするときにやっぱ明確になるっていうのは、この表現の仕方のいいところなのかなっていうのはね、やっぱりなんかね、もう一つのところに全部押し込めちゃうんで、その一部一位になってないんで、結構英語にすると、しかもちょっと前までミラートランスレーションを逐語訳みたいな感じでやってるから、なおのこと多分なんか文法的に正しいんだけど、そのグラマティカルにはコレクトだけれども、なんかイデオマティックじゃないよねっていう、そんな明細書は多分10年くらい前はもういっぱい世の中に出ていってたんじゃないのかなって。うん、やっぱだから。でも、切り訳さないと翻訳者もね、弁理士が書いたやつをそのまま逐語訳していかないと怒られるし、多分訳してたんでしょうし。で、なんか誰もハッピーじゃないものが、大量のお金をかけてもしも出ていってたとしたら、それって決していいことではない。まあそうですよね。だからなんか確かあれですね、こっちの論文にも書いてましたけど、やっぱりですね、日本の会社さんが海外で、まあ、いわゆる中間体とかの企業がエレクトロニクスとか半導体とか伸びたときに、当然まあね、日本の大手電機メーカーとかで特許たくさん出したわけですよ、おそらく海外でも。なんだけども、訴訟になったとかっていう話は聞かないのは、まあ、一つはクロスサイズにしたかもしれないって話と、まあ、もう一個は、出してたけど、まあ、使えなかったっていうか、こう、権利範囲がね、予想したよりも全然、取れてなかったっていう、まあ、それはおそらく英語以外の言語も含めてですけど、それでもともとの基礎明細書の日本語、の関係がよく分かってないから、多分翻訳するときにすごくぐちゃぐちゃになっちゃって、不用意に限定されたような表現になってたみたいなのが確かここにも書いてあったと思うんで、まあ、そういうこともね含めて、まあでもちょっとこれは私の方なんですけど、やっぱり読みにくい方が
いいみたいな考えの人もいるんですかね。そう、多分いると思うんですよね。きっと、それが妙だっていうね、こう。時代パーソンの妙なんだよ、それが。もうよくわからない、煙巻くのがいいんだ、みたいな。まあ、それもなんかね、そういうのないんで、まあ、趣があっていいのかなって思うんですけれど、まあ、言語で戦う仕事してますよね、って言った時に、何言ってるかわかんないよねって言われるのが一番、まあ、なんか恥ずかしいところじゃないですか。そうですよね。っていうか、わかんないようにするのが仕事なんだよ、我々は。なんか、じゃあ、何がしたいんですかね。まあ、その割には日本語がとか、口うるさく言う業界でもあるので。まあ、日本語のね、あのこう言葉を使う商売ですからね、メインの人がね。なんか、日本語作文の技術とか、本田勝之さんのやつ読めって言って、はいはいはい、もう、体言止めはできんだって書いてありながら、体言止めの文章で始まるのは何でしょうか。まあ、あの、いろんなこう思いはありながら、全部こう、ぐっと飲み込んできたんですけどね、あまり私も素直な人間じゃないので、ゲッとこう、なるほど。書き出したのがこの三部作。はい。まあ、でもあれですね、最後になかなかね、この、すごい、今、丸ですからね。あの、チャット欄に来ました。藤岡弘、点ってのが来ました。そうですよね。なんかね、そう、なんかこの丸に置くことで何か注目してほしいのかって逆に思っちゃいます、ね。何なんですかね。装置、丸って言ったり、この装置ってこれ、ピクンって来てほしいみたいな。やっぱりでもあれですよね、こう、あの、まあ、文章ではないんですけど、そこで終わってるっていうのは示す必要があるんでしょうね。そうなん、海外だったらね、ピリオドがあるわけですよね。ところもやっぱり、ね、でも一応あれですか、アメリカだったらね、What is claimed is。ああ、そっか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 。ああ、ね、ピリオドだから。そっかそっか。うん、そっかそっか。文章であるんですね。そっかそっか。日本語だったら別になんかこれこれ請求しますで始まってるわけじゃないから丸いられんじゃないって。はい、確かにね。まあ。でもなんか、わかんないですけど、三部作の最後に丸を取り上げるっていうのがすごいですよね。なんかね。なんか丸が気になったんですよね。なんかやっぱり丸だろうと、なんで丸を打つんだっていう、すごいこだわりなんですよね。ちなみに、あの、すごい、これ、あの、そもそもの質問なんですけど、このパテントのこの機構っていうのは、なんか依頼されてる人は自分で書こうと思って原稿を書いて、自由投稿みたいな感じなんですか、これって。ああ、そうですね。あの、この三部作は自由投稿ですね。あの、食品業界の提唱のやつは頼まれて書きましたけれど、はい。あ、そっか、これ特集ですもんね。はい。ああ、こっちの方は、もう。そうです。あの、勝手な宮下の勝手な、こう。なるほど。ほざきって言ったんですよ。ほざいてるだけかもしれないですけど。でも、今のところパテントとしてはこの三部作とさっきの、生き様のやつ。4つでしたっけ。そうですね。まあ、あとはあのパテントトロールのやつも2件くらいかな出してるのと、あとはもう1個はあれですね、サポート要件の話をちょっと語って。なるほど。それも全部自由投稿ですか。あ、そうですね。あのパテントトロールのやつはあの企業弁理士委員会のやつ。なるほど。委員会のやつですね。なるほど。あ、ちなみにちょっとあのチャット欄のコメント読んなかったんですけど、あれですね、弁理士じゃないので2ヶ月遅れで月間パテント確認します。まあ、それは私もそうですね。これあれかな、丹波さんのやつ。これこれなのかな、メインタイトルの焦点の絞り方と、副題の壮大さのギャップが面白いですって。すいません、なんかね、目立ちたがり屋の芸人なんで、こうなんかこう目止めてる、まあ、たださえパテント紙届いてもポンって捨てる人が大多数。捨てるんですか。もったいない。多いと思いますよ。もう弁理士結構いましたけども、読まないでポンってこう。もったいない、なんか。いたので。楽しいのに、楽しいこと。いや、まあ、毎回とは言いませんけど、僕もちょっとね、サポート要件の論文を喜んで呼ぶ人間ではないんですけど、結構楽しい特集の時はね、楽しいと思うんで。あとはですね、読む立場と、あ、ごめんなさい、さっきのあれですね、進学討議。読む立場としても書き方の構造が分かると、早く正確に候補を読むことができますね、そうですね。あと、テキスト解析することも考えると、構造が決まってるとテキスト解析しやすいですねって、まあそうですよね。あの、確か、あの、一部、あの、あれですね、第一部、三部作の初回に、あれですよね、その過去、先行研究者で2つ確か挙げられていて、はいはいはい、で、ごめんなさい、ちょっと後者忘れたけど、僕先、あの前者の方覚えてて、なんだっけ、特許請求項、なんだっけな、言語みたいな、そうだっけ、マーキングランゲージみたいな、はい、HTML みたいな形に請求項書きましょうみたいなのを、
スミップスの東京工学研究会かな、が提唱されてたのがあって、ああいうのだとね、完全にもうテキスト、構造化するっていうのがね、念頭にあるから、テキスト解析しやすくなるっていうのはありますよね。あとはですね、翻訳やってる NASA さんから、読みやすく分かりやすい原文を求むっていう、まあこれは翻訳者の立場からですね。そうだと思いますよね、きっはい。と。ではですね、3部作、ちょっと時間過ぎちゃいました、すみません。はい。3部作で、これはですよね、新型狙撃系3部作。だから、それって多分、スター・ウォーズで言うと、今 C56 じゃないか、これが。123はあれですか？ なんか違うのがあるんですか？また。今度考えてですか？もう、特にもうこれで完結からず、まるで。もう、まるですか？まるで。まるで、まるでよく、まるに、そう、ままるるで、で、まるだからこそ終わらせるみたいな。はい、まるで終わらせたっていう。なるほど。まあ、止めてほしいよね。なるほど。いやー、でもあれですね。すみません、ちょっとちょっとおそらく、新型狙撃って、この宮下さんの論文読まれたことない方は、まあ、どうなんですかね。数学研理科やってる方は結構読んでる方多いんじゃないかなと思って、勝手に思ってはいるんですけど、まあ、見たことないって方がいらっしゃったら、ぜひパテント誌で、宮下さんのお名前で調べればすぐヒットすると思いますので、ぜひ検索いただければなと思います。で、すいません、時間も、すいません、予定してた時間ちょっと過ぎちゃったので、というわけですいません、長々と、いろいろとありがとうございました。あ、いえいえ、こちらこそなんか好き放題言ってしまいまあ、して、いえいえ、多分会社に怒られるのに。さっき始める前に言いましたけど、もしもやばいと思ったところあったら言っていただければ、後でこあ、れ。でも今日は多分大丈夫だと思いあ、ます。大丈夫ですか？講演会だと結構ね、あ、いろいろ言っちゃいますけど、結あ構なんまあ、か、そっかそっか。あとあ多れ分です大ね。丈夫だと思うんですけど、あ、大丈夫でたすだか？なんかコメント欄書くところでここやばそうっていうのあったら入れてもらえると私はあ、楽しい。了解。まあ、多分、そうですね。大丈夫なのかな。まあ、一応、はい。後でも気づいたら入っていただければ。はい。今日は、なんか、皆様注目みたいで、30人以上の方が常時ライブで 視聴いただいたというありがとうご形ざいに。ます。なんはい。か、娯楽として楽しんでいただければと思います。はい。極力面白くしようと思って喋りました。ね、多分おそらくやっぱさっきも、ね、冒頭の方も言いましたけど、現役の企業知財部の方が結構こう、いや、皆さん多分押さえてるのかもしれないですけど、やっぱ聞いてる方からすると、いろいろ喋ってくれるなと思うわけですよ、こっちは。やっぱ他の方って企業知財の立場だと、やっぱ名前出して出れないとか、出演できないとか、結構多いと思うので、事務所の方とかはね、また違いますけど、はい、なので、本当に今日はいろいろと貴重なお話が伺えてありがたいなと。思いました。というわけで、以上でですね、今日のちょっとトークしてもらおうと思うんですけど、どうも本当に皆さんすいません、ありがとうあ、ございいえ、まこしちらた。こそ、はい。私のお話にお付き合いいただきまして、ありがとうございます。あ、いい、本当いつに。も買っていただきまして、本当にありがとうございあ、ます。いい。今後ともご支援ください。よろしあ、くお願いします。ありがとうございます。はい。というわけで、皆様もご視聴いただき、どうもありがとうございました。で、3月、今日最終日ですね、2020年最後なんですけども、ちょっとまあ、私の方も仕事がバタバタしたので、2月、3月はですね、結構ライブ配信をですね、控えめにしたんですが、明日以降、4月以降ですね、は、まあ、ほぼほぼ毎週1回以上のペースでまたやっていこうと思っております。で、ちょうど来週ですね、来週というか、明日から4月になるんですけども、4月は一応7、14、21、28っていう形で、4回やります。まあ、これ以外に、ジャンソー野崎とか、スナック野崎もありますけども、やろうと思ってまして、21日はちょっと調整中ですと。で、来週は、今度はですね、食品から今度は医薬品バイオと、ということで、元エーザイ知財部長で、今は内山知財戦略事務所の所長、独立されて所長をやってらっしゃる内山さんをですね、ゲストにお迎えして、さっきちょっとチャット欄でメッセンジャーやり取りしたんですけど、どうも事前にですね、トークセッションの前にの2人で飲んで、で、私のオフィスで飲みながらやろうって話になってますので、ちょっと結構グダグダになるんじゃないかっていうし、恐れを 覚えてますけど、もうぜひよろしければ、医薬品系の。とか、バイオ系。まあ、ちょっと COVID-19 のワクチンの話とかもいろいろ聞こうかなと思っておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい。というわけで、本日はどうもご視聴いただければありがとうございました。宮下さんも本当にありがとうごございざいまましした。た。はい。というわけで、こちらで今日は失礼いたします。それでは皆様さようなら。